シー・ーラン・ギルバートによるオール・エス・ s ナティ、生と死の間の絡み合いを示唆している。死と文化では、世界中の様々な文化における死と、その文化、死に関する倫理的問題等について取り上げる。死とは、生命維持プロセスの恒久的な集結、すなわち、人間のすべての生物学的システムが機能しなくなった時を指す。死とその精神的な影響は、 世界中であらゆる方法で議論されている。ほとんどの文明においては、霊的な伝統を通し、発達した儀式で死者を処分している。仮想ほとんどの文化では、エンゼルケアが終わった後、肉体の著しい崩壊が始まる前に、親族や友人などによって、体の儀式的な処分を手配される。アメリカ合衆国では、これはしばしば仮想か土葬のどちらかとなっている。 オフィーリア、ジョン・エヴァレット・ミレーが、フィリップ・ド・シャンパーニュの油彩が、バニタス。花、ドクロ、砂時計がそれぞれ命、死、時間を象徴している。文学作品の多くは、死とその風景をモチーフ、あるいは利用してきた。モチーフとしての用い方としては、以下のようなタイプがあるという。死の風景は、時代と場所によってその描かれ方に類型が見られる。 ギリシャ女ジ誌ジにおいては、戦士たちの誇り高き種が頻繁に現れる。近代フランス文学では、例えば、ご利用屋さんや、ボバリー夫人に見られるようなベッドの上の死の情景と、陰で遺産の計算をする看病人たちの冷ややかな様子が頻繁に描かれた。日本の誌小説作家たちは、自殺や真珠のモチーフを頻繁に用いた。文学的な人物の死とは何か というテーマに関しては、文学理論家のミハイル・バフチンは、美の条件は、空間的な境界と時間的な終わりを持つことであり、死は、文学作品の人物を美的継承とする契機となる、という考え方を提示した。西洋では20世紀の前半に、ハイデッカーやユンガー、ブランショラが、死すべき存在としての人間を、肯定的に捉えようとした。古いお敷は、 カリオジョー条殿支部の始めとする作品群の中で死と事故との関わり合いを得意な文体で描き出した。死が対立事故でもなく恐怖の対象でもなく、ともかくも生が続く限り常に絡め取られざるを得ないものとして描かれている。死の舞踏、ハンスホルバインによる版画、タロットの死神、15世紀の作品。かつて死は 死神や悪魔によってもたらされるというイメージで理解されたり語られたりすることも多かった。ロシア語で死を意味する単語が女性名詞であるため、ロシアでは死は一般的に老婆の姿でイメージされる。色では死は黒で表現されることが多い。トリアージでは死亡及び救命不可能を表す。カテゴリー例は黒で表現される。 模服は一般に黒であり、不法は俗に黒枠とも呼ばれる。これは欧米において死者が白い服を着ているというイメージから白が死を連想させる色として意味嫌われたためである。死神の像は鎌を持ったサレコーベが黒いマントを着た姿で表現される。これも花嫁の衣装が魔物から身を守るために幽霊の着るような白い色をしているというのを勘が見れば むしろ死神は死者ではなく異界からの殺人者の象徴であると言えよう。また、地のイメージである赤系統の色が死の表現として用いられる場合もあるが逆に地の色のイメージから活発、健康といった生のイメージをも指す場合も多い。中国では白が模服の色であるため白い色が死を連想させやすい。また、日本でも 西洋の文化が急速に入ってくるまでは、模服も、死小族も白であった。また死と数字については、日本など漢字文化圏の国では、数字の4の読みが死を連想させることから、ホテル、旅館、モーテル、国民宿舎などの宿泊施設の客室番号などで、4が避けられることがある。さらに、日本では、数字の十二の死二の読みが死に聞こえるとして、 強運とされ、客室番号やナンバープレートでは42が避けられる場合が多い。一方キリスト教圏では13が避けられる。これはキリストが十字架にかけられ処刑されたきっかけとなったユダに関連づけられていることがある。タロットカードにおける死のカードは死そのもののほか破滅、損失、失敗、災難、危険、愛の終わりなどを象徴する。マルセ タロットカードでの死は13番と呼ばれ、明確な名前はない。それは死を口に出してはならないからである。死は新たな旅立ちや再生を意味することもある。この中には大地への帰還の思想のほか、再生に絡みたない回帰的なイメージを持つ場合もある。沖縄のキック工ボは女性の子宮を意味しており、体内回帰と再生を祈ったシンボルであるという。このほか、 死を永遠の安らぎや安息と称することもある。人々は元来日常的に多くの人の死を自分の目で見ていた。だが今日の日本を含む先進国に限れば病気や怪我による死は病院の中で扱われ、老衰による死は老人ホームの中で扱われるなど死は人々の日常から切り離されており、人々は死について 曖昧もことしたイメージしか持たない傾向が見られる、という。死が常に日常と隣り合わせにあった時代には、より密接で現実的なイメージを持っていた。現代社会では、死は記号化され、曖昧なイメージしか持たないと述べる人もおり、終わりや解放、さらには死のイメージに語るシスを求めるものすら見られる、ともされる。古代エジプトの死者の書は、 死者のための死後世界マニュアルであった。宗教では、いわゆる死とは、あくまで現世における肉体が滅ぶことに過ぎず、魂は永遠に生き続ける、としていることが多い。多くの文化で死に関して様々な表現を用いている。死は、信仰や世界観が異なると表現も大きく異なる。古代エジプトでは、人は死によって、魂が一旦肉体を離れるものの、 再び同一の肉体に戻ってくるとされていた。再び戻ってくるための肉体を残しておくためにミイラを作成した。ダンテの新曲。主人公とベアトリーチェが天国の始皇点に臨む場面。キリスト教においては、主とは人類の祖であるアダムとイブが神から離反したことによる罪とされている。イエスキリストを信じることでこの罪は生産され。 永遠の生命を得て復活すると考えられている。多くの教派ではそれらを勘弁に天国に行くこととしていることが一般的である。多くのキリスト教では、起点、昇天、昇天と表現し、正教会では永民と表現する。非キリスト教徒の場合は、地獄や煉獄へ行くとされることも多いが、復活するという教義を根拠に、死を無存在状態と定義し、 永遠の責めくたる地獄を否定する教派も存在する。洗礼を受ける前に死んだ幼児の扱いは歴史的に議題となってきた。キリスト教徒の悪人の行方は宗派や神学者ごとに異なる。アダムが罪を犯した際、あなたはゴミだからゴミに帰ると神に言われた。死者は基本的には何もできない状態とされている。死人には復活の可能性があることをイエスは教えた。 復活の奇跡を何件か行っており、イエス自身も復活したことになっている。死は最後の敵と形容され、覗き去られることになっている。死者は罪から解放されているとパウロは述べた。古代インドのベーダ聖典においては、人間の肉体は死と共に滅するが、その霊魂は不滅だと信じられていた。ウパニシャットでは、肉体の死の後、 魂の前には二つの道があり、一方はブラフマンに至る道であり、他方は地上において、再び一つの肉体を得て再生する道である、とされた。入弱する仏だブッダが説いた教え、仏教では死は人間の四つの苦しみの一つであるとされている。神道では光線の国、悲願へ行くと考えられたりもした。日本では神道的な世界観に基づいた表現である。 メイドへ旅立つ、光線に赴く、気遊などの表現を用いる人も多い。また、日本では、古代に、言霊の思想などもあり、死という語を声に出したり書にしたためたりすることは、忌まわしいと考え、これを近畿として扱ってきた。阿弥陀二十五菩薩雷号図。鎌倉時代、地音院所蔵。日本の仏教では、宗派により考え方は異なっており、輪廻転生があり、 悟りを得た者は、輪廻から解放されるとしている宗派もあるが、輪廻転生はしていないとする宗派もある。そのような事柄については、どちらだとも説明しない宗派もある。ただ、信者の死は、輪廻転生思想に準じた、あの世へ行く、高い、王女を、成仏などということが多い。高僧の死は、錆入弱、入滅、千下などとも言った。また、奇跡に入るという、 中国的な世界観に基づいた表現、あるいはそれと混交した仏教での表現、も用いられることがある。また、高齢まで生きて死んだ時に用いる、天寿を全うする、大往生するといった表現も、和者はあまり意識していないが、上記の世界観から生まれている。その他の日本における死の表現上記の、各宗教における表現以外にも、様々な場面で死という表現に変わる。 遠曲的な表現を用いる。親族の死には、不幸などの表現が用いられることが多い。場面に応じて、臨重、仏庫、亡くなるなどとも言う。また、行く、生居、用去る、帰らぬ人となるなど、行ってそのまま帰らないという言い方や、土に帰るなど、様々な表現が用いられてきた。なお、生の辞義は、行ってそのまま帰らないである。日本では、 病院で入院患者が死亡すると医師や看護師は死亡患者と同室だった他の入院患者に対して3はお帰りになりましたといった穏やかな表現を使うことが多い現代語で創生と溶接は早死にを意味する同義語として捉えることが一般的だが従来は人生半ばにして死ぬことを創生と言い成人に至らないうちに死ぬことを 溶接と呼んで区別した。陽の原理は、陽性でみずみずしいである。不幸はそれ自体が死を意味する語だが、不幸な境遇や異常な状況下で死ぬことにも、当然のことながら、多くの遠曲表現が用いられてきた。無念の死を、果てる、虚しい死を、朽ちる、戦場での死を、散る、旅先での死を、隠しする、さらにそれが偏僻な地や思いがけない場所の場合は、 行き倒れるとも言った。内心では死んでしまいと思うような奴や,や世間に害をなす悪人や罪人の死にさえ日本人はくたばるという間接表現を使って死そのものを口にすること避けてきた。チベットには死者の書があり死後の世界でどう対処すればよいのかそれを読み学ぶ。チベットのある宗派では人は病などで死期が近づくと家族からは離れて 僧侶と二人きりで時を過ごすという。僧侶は枕元に座り、まさに死の時にどうすべきかを繰り返し解く。光が見えるので、迷わずその光の方向へ向かってまっすぐに進め、現世に残した家族に執着して立ち止まったりしてはいけない、と解くという。現世での政治的な身分の上下に関わる、者たちは死の表現まで身分ごとに異なる表現を用いた。中国の古典の 来期極例編によると、天使の死を法とわく日、諸公は隠れとわく日、大部は卒とわく日、死は付録とわく日、諸人は死とわくふとある。これに習い、日本でも古くから、王や女王及び四位や五位の異界を持つ貴人の死を即居といい、皇族や三位以上の苦行の死を皇居、最高権力者である天皇や皇帝の死は宝御や、 当家などとも表現してきたという。また、貴人が死ぬことは、見まかる、お隠れになるとも表現されてきた。三国志の著者陳述は、当時の歴史観で正当とされる、魏の皇帝に対し、皇の字を用い、一端とされた、呉の皇帝は、諸皇として皇の字を用いた。しかし、自らが使えた、諸の皇帝には、 証書において、三角春に用いられた、の字を用いた。この字は、法に通じる。歴史学者かつホロコースト研究者、ティモシー・スナイダーのブラッドランドによれば、死や殺害に価値、意味を乱すことには、危険が伴う。一つは、価値、意味といったものが、死や殺害と同一視される危険である。もう一つは、そのような価値や意味を求めることで、死亡数や、 殺害数がさらに増加する危険であるという。現代の記念文化は記憶が必ず殺人を防ぐものと思い込んでいる。これほど多くの人々が命を落としたのなら何か途方もない価値のあることのために死んだはずだと思いたくなるのが人情だ。公開して発展させて適切な形で政治的な記憶として残していけるはずだと。 そうすると、途方もない価値は、民族ないし国家の価値へと変わる。何百万人もの犠牲者は、ソ連が大祖国戦争に勝つため、アメリカが良い戦争に勝つために死んだに違いない。ヨーロッパは平和主義的教訓を学んだはずだ。ポーランドは自由の伝説を、ウクライナは英雄を持つ必要があったのだ。ベラルーシはその美徳を証明しなければならず、ユダヤ人は、 シオニストとしての使命を果たさなければならなかった。しかし、後からこのように正当化することは、国政や国民心理、民族心理にまつわる重要な真実を伝えはするが、記憶そのものとはほとんど関係がない。死者は記憶されるが、死者は覚えていない。他の人間が力を持ち、彼らの死に方を決めた。後世もやはり他の者のが彼らの死の原因を決めている。 殺害から意味が引き出されれば、さらなる殺害がさらなる意味を生み出す、危険性が出てくる。未だ生を知らず、いずくんぞ死を知らん。朝に道を聞かば、夕べに死ともかなり、死は、人生の終末ではない生涯の完成である。武士道というは、死ぬことと見つけたり、死に至る病とは、絶望のことである。我死するとも自由発生、人は死ぬ。だが死は敗北ではない。 戦士は死ぬ。だが、思想は死なない。ありがとうございます。